ね、引き続きで申し訳ないですけども、チーム2の方のセットアップをしてください。移動かな ?11 番を選択されています。指定された2箇所に行きましょうという課題です。それで、すみません、ごめんなさい。それでは、四日市工業さん、2のですね、サイコロを振ろうと思います。いいですか。3、4。はい、移動先がこれでランダムに決まりました。3と4の組み合わせのところに、行くと今から発表されますね。はい。四日市工業さんの2番ですか。サイコロ3の4でしたので、ロボティーノの、場所を伝えます。S32315度、S5545度。もう一回言いますね。S32315度、S5545度。はい、ではセットアップに入ってください。
はい、こちらロボカップジャパンオープン2020ロジスティックスリーグの会場です。滋賀県大津市の龍谷大学瀬田学舎からお送りしています。今は、四日市工業高校さんのチーム2の方ですねの挑戦をの準備をしているところです。で、どうやら準備が終わったようですね。ちなみに準備している学生は、チームとは全然関係ない流大の上村家の学生です。正直素人ですので、素人がロボットを触れるか、それを触れるようにね、指示を出さなきゃいけない、本来のロボットの競技大会とは関係ないスキルがかなりね要求されるリモートの大会になっています。で、今回四日市工業さんが選択されたのはスキルの11です。移動ですね。指定された場所に行って指定された向きを向く、これを2回繰り返してスタート地点に戻るというタスクです。いけたかな。で、ちょっとロボットのハードウェアの相性というかトラブルですね、ディスプレイを抜いたら落ちちゃうという状況がありましたので、今ノートパソコン、ディスプレイケーブルを、ね、そこにつないでノートパソコンに画面を出していますが、それを持ったまま頑張って一緒に動くと、ちょっとね、無人搬送車無線で動くというところが、見た目かっちょ悪くなっていますけども、そういう対策で今行っております。おそらくこれからロボットに振り回される学生が見えるかもしれませんね。はい、準備の方ができましたかね。ロボットに搭載しているセンサーですね。距離センサー、レーザーレンジファインダーを使ってるんですかね。フィールドの中を一望している感じです。中に人がいると邪魔になっちゃうと。はい、これはもう競技開始ですかね。はい、始まりました。ちょっとね、ディスプレイポートの関係で人がくっついてますが、本質は関係なく自動で動いています。そしてロボットさん、どこに行こうとしてますかね。おっと、フィールドの逆方向、外に行きますね。出ちゃいました。止めますね。あ、止まりましたね。おや。1回のメンテナンスが許可されていますので、もう1回やり直しというのは可能です。ただ、試合時間そのものは5分ですので、その時間内でのやり直しです。
今回遠隔での試合ですので時間に関してはねちょっと緩めで扱っていきます。まあ、その分ね大会スケジュールが押しちゃう危険性がありますが、まあまあまだなんとかなるかなと思います。さて多分今頃チームの方ではなんで逆側向いちゃったんだろうというのを考えている頃かな。単純に最初の値を設定し間違えたとか目的座標の値を間違えたとか結構いろいろね、うっかりミス的なとこもあったりします。普通でしたらね、試験走行してすぐ気づくんですけども今遠隔でやってるのでね、簡単に試験走行ができないそういうところもあって、普段なら気づくミスも気づきにくいことがねあります。ちょっと現地のチームと連絡が途絶えちゃいましたね。今電話で再、つなぎ直しています。 Zoom を使ったり Google Meet を使ったり携帯電話を使ったり大変です。iPhone 同士なのでテレビ電話会議ですねできてるみたいで現地の様子をカメラで映してね、チームの方に伝えています。ああセンサーの前にケーブルがあってそれが障害物に見えたか何かでレーザーレンジファインダーそこですね、はい、それの視界を遮っちゃっていたそんな感じのところですね。こういうのもね、作った本人が現地にいたらすぐ気づくんですけどもそうじゃない人から見るとね、そこに物があっても何でもないやと思っちゃったりするわけです。お、レーザーレンジ取り外しましたね。ちょっと前につけようかなってとこでしょうか。大丈夫。今触っている白石君は去年世界大会に出場しています。ホップ用のレーザーレンジは270度ぐらい240かぐらいの視野角のはずです。ただ、ロボビューでは多分180度しか見てなかった気がします。なんか真横より後ろは実は見えないものがあっても問題ない範囲かな。はい、ケーブルをきれいに留めていきます。こういうところの処理もね大切ですね。というかこれをしていないとさっきみたいに邪魔しちゃう時が出てくるわけです。
若年者ものづくり競技大会とか技能五輪の移動式ロボットの職種でもケーブルがちゃんと止められてるかなんてのがね、採点項目にあったりします。綺麗に束ねられました。いいですね。これでセンサーがクリアになったかなっていうところですね。うちの研究室の大好きな大好きな養生テープが出てきました。とりあえずこれでピチピチ止めちゃえと。あ、ズームされましたね。はい、こんな感じでセンサーを前に取り付けました。これで綺麗に見えるかな。見えてほしいな。はい、ではまたプログラム実行の準備に移ってください。四日市工業さんのチーム2の方です。スキルナンバー11始まりました。前に進んで曲がって曲がってあれやっぱりお外が大好き。すみません、笑ってますが、うちのチームもね、世界大会でよくやりました。フィールドからすぐ出ていくという、職場放棄をしちゃいますね。しかも壁にぶつかりそうな勢いで。はい、止まりました。はい、競技の方は、残念ながら失敗という扱いになります。次は2時40分から、次の一巡ですね、試合が始まります。まあ、20分弱15分ぐらいありますので、各チームフィールド使いたい方はね、現地スタッフと相談して、ロボットを動かして調整していってください。でまた、次のスキル決まったチームは報告していってください。はい、午後一つ目の試合はこれで終わります。お疲れ様でした。